タジアム。広明でお送りします。さあ第1球、一塁へアウト、打ち取りました。今日最初のバッターボックスに立ちます。ワンアウトでランナーはありません。これもボール、見逃し。一塁へセカンドゴロに倒れました。これも内野ゴロに打ち取りました。打った、伸びます。これは長打になります。ツーベース。さあ早くもピンチです。打った、これは大きい、入りました。ツーランホームラン、ライトスタンドに吸い込まれていきました。カブレラ挨拶代わりの先制ホームランを放ちました。オールパシフィック立ち上がりを攻めています。いい当たり、鋭い当たり、追いついた。この回オールパシフィック先制しました。さあ早く追いつきたいところです。いい当たり、鋭い当たり、よく取りました。さあ打席には今岡、はい、ワンアウトでランナーはありません。オールセントラル現在リードされています。追い込まれました。三振。バッターボックスには岩村、打ちました。三者凡退。松坂、見事な立ち上がりです。この回は下位打線からの攻撃になります。打った、打球は一番深いところへ。吸い込まれていきました。さらに1点を加えました。バッターボックスには福井、打った、打球は一番深いところへ入っています。福井、
打球が右中間スタンドに突き刺さりました。さらに1点を加えました。今日最初のバッターボックスに立ちます。打ち上げました。右中間爆発。これで3連打、連打を浴びています。これもヒットになります。そして打順は1番に帰ります。ここは打ち取りました。さあ打席には高木。ジャストミート、鋭い当たり、なんとか取りました。犠牲フライで1点加えました。牽制球セーフ。ここで終わらせたいところです。タイミングが合いません。ツーアウト一塁です。これはファールボールです。このまま一気に行くのでしょうか。ジャストミート、鋭い当たり、なんとか取りました。ランナー一人残塁。しかしこの回オールパシフィック追加点を挙げてさらに有利な展開になっています。オールセントラル苦しい展開になっています。しかしこの間に1点返しました。ワンアウト1塁です。ギリギリ入っています。打ち上げました。ほぼ定位置で取りました。これで2アウトになりました。ギリギリ入っています。2アウト1塁です。よく見ました。次が勝負球でしょうか。牽制球セーフ。素晴らしいプレーでチームを救いました。一塁残塁。しかしこの回オールセントラル2点を返しています。この回の先頭バッターはアブレラ。打ち上げました。センターフライ。バッターボックスには中村。ワンアウトでランナーはありません。行ったか。打球はレフト方向へ入りました。中村ホームラン。鋭い打球がレフトスタンドに突き刺さりました。さらに1点を加えました。次はローズ。今日はホームランを打っています。惜しい。この打席は狙ってくるでしょうか。いいところに決まりました。これもいった。完璧な当たり。今日はホームランを打っています。タイミングが合いません。惜しい。
追い込みました。次が勝負球でしょうか。いったか、どうだ、入った、入っています。奥浦、ホームラン、2打席連続のホームランです。さらに1点を加えました。ピッチャー少し疲れているようです。打った、打球は一番深いところへ、フェンス直撃、三塁も狙う、スリーベース。さあ再びチャンスに打席が回ってきました。アウト、これでツーアウトになりました。ツーアウトですがランナーが三塁にいます。いい当たり、鋭い当たり、なんとか取りました。三塁残塁、しかしこの回オールパシフィック追加点を挙げてさらに有利な展開になっています。オールセントラル、そろそろ反撃したいところでしょう。切れました、見ました。オールセントラル、すでに大差をつけられています。危ない、のない打球、一塁へ、アウト。さあ打席には今岡、ワンアウトでランナーはありません。一塁へ、アウト。これも内野ゴロに打ち取りました。ズバッときました。ツーアウトでランナーはありません。あっという間に追い込まれてしまいました。ジャストミート、打球はレフト方向へ、フェンス直撃、二塁へ向かいます。ツーベース。バッターボックスにはペタジーニ、いったか、どうだ、入った、入っています。ペタジーニ、ツーランホームラン。鋭い打球がレフトスタンドに突き刺さりました。オールセントラル、2点返しました。次はヨハン、いい当たり、打球はレフト方向へ、フェンス直撃、二塁へ向かいます。これで3連打、ピッチャー少し疲れているようです。ツーアウト二塁、これもボール、ちょっと厳しいカウントになっています。一塁へ、スリーアウト。ランナー一人残塁、しかしこの回オールセントラル2点を返しています。4回に入りました。初球決まりました。オールパシフィック現在有利に試合を進めています。あっという間に追い込みました。空振り三振、三球三振です。さあ今日3回目の打席です。ボールはファールゾーンへ、ファー。今日は2打数1安打です。ピッチャー強襲、抜けました。さあランナーが出ました。さあ打席にはカブレラ、2塁へ、アウト、1塁へ、ダブルプレー、黒田うまく切り抜けました。4回の表が終わりまして、オールパシフィック大きくリードしています。この回の先頭バッターは金本、オールセントラル現在リードを許しています。ストライクが入りません。いい当たり、鋭い当たり、なんとか取りました。バッターボックスには二岡、初球決まりました。ワンアウトでランナーはありません。力のない打球、一塁へ、セカンドゴロに倒れました。これでツーアウトになりました。ツーアウトでランナーはありません。ボールはファールゾーンへ、ファー。
一塁へ、三者凡退。4回が終わりました。オールパシフィック大きくリードしています。この回の先頭バッターは中村、大きく切れました。今日はホームランを打っています。打ちました、レフトフライ。さあ今日3回目の打席です。ボールはファールゾーンへ、ファールフライに倒れました。簡単に2アウトになっています。ストライク、今日はホームランを打っています。今日は当たっています。いったか、伸びる伸びる、入りました。恐るべきパワー、なんと今日3本目のホームランです。さらに1点を加えました。バッターボックスには城島、今日は当たっています。一塁へ、スリーアウト。この回オールパシフィック1点を追加しています。この回は1番からの強打順です。オールセントラル現在リードを許しています。ズバッときました。手が出ません。バッターボックスには今岡、一塁へ、ショートゴロに倒れました。これで2アウトになりました。初球決まりました。今日は2打数1安打です。一塁へ、三者凡退。オールセントラル1番からの攻撃でしたが無得点に終わりました。この回はラストバッターからの攻撃です。一塁へ、ショートゴロに倒れました。打ち取りました。今日4打席目です。ライトフライ、簡単に2アウトになっています。一塁へ、内野安打。バッターボックスには松井、二塁へ、スリーアウト。ランナー1人残塁。6回の表が終わりまして、オールパシフィック大きくリードしています。この回の先頭バッターはペタジーニ、いったか、どうだ、フェンス直撃、バッター2塁へ。これで猛打賞です。今日は当たっています。打ちました、センターフライ。打ち取りました。前の打席ではチャンスを生かせませんでした。ギリギリ入っています。ズバッときました。次が勝負球でしょうか。手が出ません。いやー、見事な配球です。このままチャンスを潰してしまうのでしょうか。打ち上げました、スリーアウト。ランナー1人残塁。6回が終わりました。オールパシフィック大きくリードしています。さあいよいよ試合は終盤です。ノーアウトでランナーが出ました。という間に2アウトになってしまいました。打ちました、スリーアウト。7回の表が終わりまして、オールパシフィック大きくリードしています。この回は下位打線からの攻撃になります。ここ
ここでピッチャーを変えてきました。いったか、どうだ、入っています、見送った、変化球を見事に捉えました。ここで1点を返しました。まだまだ試合は分かりません。ストライク、オールパシフィック、このリードを最後まで保てるでしょうか。ジャストミート、鋭い当たり、よく取りました。ピッチャーここは抑えました。今日4打席目です。ワンアウトでランナーはありません。アウト、これで2アウトになりました。抜けました、ライトにうまく流しました。ストライク、今日は3打数1安打です。あっという間に追い込まれてしまいました。いったか、打球は一番深いところへ、入った、岩村ツーランホーム、左中間スタンドに見事な間違いがかれました。オールセントラル2点返しました。次はペタジーニ。ペタジーニ。ここでピッチャーを変えてきました。あー、危ない。今日は大当たりです。ギリギリ入っています。ツーアウトでランナーはありません。ボテボテのゴロ。さあどうか。これで3連打。バッターボックスには清原。打ち上げました。スリーアウト、ランナー1人残塁。しかしこの回オールセントラル、さあいよいよ反撃開始でしょうか。この回は下位打線からの攻撃になります。ピッチャー強襲、抜けました、初球を弾き返しました。ストライク、今日は当たっています。ノーアウト一塁です。二塁へ、これで猛打賞です。ピッチャー大丈夫でしょうか。初球決まりました。今日は3打数1安打です。打ちました、センターフライ、なんとか抑えました。さあ打席には谷。ワンアウト一塁二塁です。ピッチャー強襲、抜けた、今日5打席目です。二塁へ、アウト、一塁へ、ダブルプレー、プロだ、うまく切り抜けました。2者残塁、オールパシフィック、ランナーを返すことができませんでした。オールパシフィック2点リードです。オールパシフィック、さあこのまま逃げ切ることができるでしょうか。オールパシフィック、このリードを最後まで保てるでしょうか。タイミングが合いません。打ちました、森、一塁へ、ピッチャーゴロに倒れました。打ち取りました。さあ打席には羽根も。あー危ない、ワンアウトでランナーはありません。次が勝負球でしょうか。見逃し三振、いや見事な配球です。さあ打席には三岡。今日はホームランを打っています。いったか、伸びます、入った、三岡ホームラン、2打席連続のホームランです。ここで1点を返しました。
かりません。ツーアウトでランナーはありません。これもボール。おお、フォアボールです。さあ打席には福留。ツーアウト一塁です。ズバッときました。二塁へスリーアウト。ランナー一人残塁。しかしこの回オールセントラル1点を返しました。さあいよいよ最終回です。今日当たっています。いったか、どうだ。入りました。初のホームラン。鋭い打球が右中間スタンドに突き刺さりました。さらに1点を加えました。ここでダメ押しともいえる追加点が入っています。打ちました。センターフライ。ピッチャーここは抑えました。バッターボックスには中村。打ちました。左中間真っ二つ。二塁へ向かいます。ツーベースヒット。今日5打席目です。打ち上げました。センターフライ。これでツーアウトになりました。いい当たり、鋭い当たり。ランナー1人残塁。しかしこの回オールパシフィック1点を追加しています。この回で決着がつくのでしょうか。さあ抑えの切り札が登場しました。いました。今日は4打数1安打です。鋭い当たり。一塁ランナー二塁を回って三塁へ。おっと三塁も回った。岩村タイムリーツーベース。見事に期待に応えました。オールセントラル追い上げています。まだまだ試合は分かりません。打った。これは文句なし。今日2本目のホームランが飛び出しました。なんという劇的な結末でしょう。最後は